張してきたな。緊張しますね。なんでなの、いつもやってることなのに。メンバーより一番最初に私服を見られてしまうっていうことです。やっぱ緊張しますよね。いつもは多分メンバー、ツイッター企画とかメンバーと一緒に8回ってなった瞬間お客さんがバッてくる感じですか。はい、すみません。どうぞお伝えください。番号の方は名前があると当たりになります。ペースのリセットだけでお願いします。11番のお客様頑張る。さあ順番にご案内します。難しいです。一番難しいと思います。結構アクセントとか、あとなんか体の一部分だけを動かすっていうのがすごい入ってくるんで、なんかちゃんとそこを決めないとかっこよくならないので、ちょっと難しいですね。あ、これはイエーイってやっていいから。イエーイ。久々に何かついてます。あれ何かついてる。あ、なんか映ってる。可愛いのが映ってる。なんかえ、緑のこ、なんか緑虫みたいなのがついてる。やだ。今日のファッションのポイントはですね、アイカレで一番ダサい普通の、あのテーマはファッションに疎いね。ダメ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 。ファッションに疎い女の子です。テーマはダメダメダメ。なんでそんな靴言うの、ローファーちゃん。はい、はい、今日も頑張るぞ。あなんですけれども、ね、やっぱり注目したいのは双子コーデちゃんのイナバとエルナじゃなかったの。挟まれてるよ。双子に挟まれてるよ。そう、これ何？双子コーデですか、やっぱり。そうなんです。なんかイナバがやろうって言い出したので。違う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 。双子コーデさ、したら面白くないって言ったら、それエルも持ってたって言って。言ってよ、言ったよ、言った。何したかったんだろ。ねえ、髪飾りも色違いなんだ。あ、本当だ、後ろがない。で、髪型も一緒なんですよ。そうなんだ。本当だ、いいね。双子っちだ。で、本当チーム、この上のニットこれじゃなくて、あのしおちゃんとお揃いじゃないんですけど、はい、こでっかいピンクのハートが書いてあるニットにしようと思ってたんですよ。あとで写メどっかで載せる。そうですね、どっかで載せる。しかもチェックスカートだったんですよね。そうなんです。ちーさん一緒でいいじゃないですか。でもちーさん全力で嫌がってなんか一緒でいいのに。違うんですよ、なんか双子コーデが多くなっちゃうからですよね。そうそれもあるし、なんかキッサーに、え、ちいちがそのハートって今いくつになったの。私その誕生日だったんですけど、23になったんですよ。え、ちいちが、しおちゃんは可愛いんだよ、ちいちはもういかんでしょ、そのハートって言われて。ずっといかん、それいかん。そうだから自粛しました。やっぱ顔がちょっと綺麗系だから、ハートはちょっとなんか、はい、ちょっとなんかまあそういう感じでね、まあ個性が光る私服たちで今日もお送りしたいと思いますので、はい、皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。君が大好きだよ、君が大好きだよ、本当は今すぐ抱きしめたいよ。君が大好きだよ、君が大好きだよ、本当は今すぐ抱きしめたいよ。
とうございました。今日ね、色とりどりの花屋からメンバーたち、はい、ちょっと冬仕様なんでね、あの明るさはね、ちょっとなそうだねですけれどもね、はい、でも素敵な声になったと思います。皆さん本当にお越しいただきありがとうございました。この後の物販もお待ちしております。以上、私たちアイドルカレッジでした。ありがとうございました。アンコール、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 ということで、はい、はい、ね、ちょっとじゃあどんな感じですかね。23歳、意気込みとか。いやー、なんかもう二十歳超えると早いなってね、なんかそういう、早い、いやでも本当にすごい一年一年がすごく早く感じられて、うん、特になんか二十歳過ぎてからっていうのはもちろんそうなんですけど、今年2014年は本当に1年が早かったなって、この間年越ししたばっかりなのにもう12月になろうとしてるなんて本当に信じられないなって。でもなんでそういう風に感じるのかっていうのは、やっぱり今年がすごくその前よりもその前よりも充実してかしてたからなんだなっていう風に思いました。今年はね、いろいろすごいあった年だけど、なんか本当にみんなメンバーの力だったり、スタッフさんの力だったり、何よりそしてクラスメイトさんの力もすごい感じられて、なんか私も初めてね、相方のリーダーになったんですけれども、なんか自信なくすことあっても、なんかメンバーもいるし、みんながいるからこうやってやってこれたなって、わーもう泣ける自分で話しててね、そう、自分で言っててもうーってなってきちゃってうるうるしてる、いや、うるうるしてくるよ本当に。いやでも本当になんかこうやって皆さんがいるからだなって思います。本当に本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。えー、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちーちー、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、皆さん。まあ、年は気にしないでね、なんかみんなのね、若いエネルギッシュな養分を吸い取りながらこれからも炒めたい。いやでも本当にそう言うじゃないですか、本当に養分吸い取りながら、ひなちゃんとかね、一番若いんでね、そういうエキスをね吸い取りながらこれからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんアイドルカレッジの応援をこれからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
まあなんか23歳になった実感は特にないんですけど、こうやってお祝いしてもらうとなんか私も今日でまた一つ年を重ねたんだなっていう風に改めて思えるなと思って、クラスメートさんにはすごい感謝しています。こうやってね毎年アルバムもくれるし、本当に本当にすごい素敵な誕生日になりました。これからも毎回のリーダーとして頑張っていきたいと思いますので、皆さんついてきてください。ありがとうございました。